はい、梅です。こんにちは。どうもどうも。はい、今日も雑談ですね。今日はですね、東京ディズニーリゾートの,あのモノレール、ディズニーリゾートラインのですね、改札と切符がですね、変更になって、二次元コードを使用した乗車券導入っていうね、そういうリリースが発表ありましたので、それについて解説したいと思います。うんとね、これまで、いわゆる駅ですよね。まああの モノレールね、リゾラに限らず一般的な JR とか私鉄とかの駅っていうのはね、この時期の乗車券とか時期のフリーキップなんかをね、購入して、で、それをね、開発に突っ込んで、ね、で、ガシャガシャガシャっていうそういうなんかメカニカルなま構造になっていたんですけども、その時期式のガシャガシャガシャっていうそういうのをなくして、その部分を 二次元コードにするっていうね。まあ、要はそういう発表なんですよね。はい、これについて思ったことです。まあ、あの、もともと解説っていうのはね、それ今言った時期のね、メカニカルな次期乗車券と、あとはあのスイカとかパスモなんかによる。まあ、非接触決済がまあ主流でしたよね。タッチ決済。まあ、タッチ決済ではないんですけども、まあ、本当はね、コンタクトレス決済、もしくはまあ。 NFC のフェリカ方式っていうんですけどもまあその2つでしたよね磁気磁気の乗車券かタッチかっていうねで今回その解説はですね PASMO によるその非接触決済を残しといって磁気乗車券のもしくはフリーキップをね挿入してガチャガチャガチャって処理するそのメカニカル部分をまあ二次元コードのね切符いわゆる QR コードの切符で、まあ、入場できるようにすると。で、その磁気式の乗車券もなくすので、まあおそらくですね、なんか映画館とかで、なんかね、あの映画のね、やつ購入するとピッとなんか硬い感じの紙で出ますよね。レシートみたいなペラペラじゃなくって、で若干硬い紙に出るんですけど、多分、多分ああいう紙になって、でそれでその QR コードをまあかざして、その電車に乗ると、改札をくぐると。 まあ、あのそういうい風になると思われますで QR コードをかざして、ね、入場っていうことでランドの入場ゲートみたいなおそらくああいうイメージになると思うんですよね。今は物理のねあの紙のチケットを発行するっていう風にリリースには書いてあるんですけども、まあ、将来的にはですねスマートフォンに QR コードがねあの出て そのスマートフォンで入院退場できるようになるかと思いますいずれはですよねでなるほどねって感じなんですけどもまあ今風ですよね、まあ、なんですけどもこれ実はですねこの関東の鉄道会社ほとんどが今その方針になっててその直気乗車券のガシャガシャガシャっていうタイプはですねまあもうローテクなんですよねなので まあ、関東の鉄道がそういうふうにね2年後ぐらいに切り替えるっていうふうに言ってますので,であのリゾラもですねその関東の、ね、グループいわゆるパスモとかのネットワークにね関東鉄道の中に入ってるのでまあ、うん、その流れを知ってる人から見たら方から見たらまあでしょうねっていう感じですよね。はい、で以上で終わりなんですけども。 まああの、なんでね、僕このわざわざそのね、あの、じょ、ね、じき乗車券が行動式に変わるっていうだけで動画回してるかといってですね。まあ僕はですね、そういうハイテクとかイノベーションとかがすごく大好きなんですね。で、特に自分の生活とか習慣とか常識が切り替わるのが大好きなんですね。 だからねこれまでこれが常識だったのにある日突然これになったって言って結構戸惑ったりするじゃないですか初めはねでもその戸惑いがねなんかうれしくて好きなんですよねまあ小さなねなんか街のねもので言うと例えばねなんか行きつけのスーパーがですね突然セルフレジ導入してたりとかですねあとはそのコンビニなんかでもねセルフレジ導入してるしねあとなんかファミレスとかすき家なんかがねタッチパネルになってたりとかですね そういうね小さなイノベーションとかすごく好きで、でもいつの面か自分の生活の中にこう馴染んでますよね。そういうのが好きなんですよ。まあだからね、あの駅の改札や券売機がね、この磁気式からね二次元コード式に切り替わるっていうのは結構僕の中ではねかなりのイノベーションだと思ってるんですよね。まあ磁気乗車券のあのガシャガシャシステムっていうのはね。 日本の、ね、オムロンっていう会社がね縦石電機オムロンがですね世界で初めて開発に成功して、ね、それであの世界に先駆けて日本が導入して、ね、それ以来ね40年間、ね、進化して新幹線なんかではね2枚入れなんかにもね対応してたりしてすごい技術ですよね。で NHK のプロジェクト X にもなりましたしわずか数秒でね定期券とかでもねスッと瞬時にやるし。 であ磁気式のねパスモとかあのイオカードだ昔懐かしいねイオカードあのもしくはパスネットだパスネットイオカードなんていうのはねパンチもしてで自動的にお金を引いたりとかってすごい技術でしたよねでそれもねまあ約40年間使われてもうそろそろ移行になりつつありますよねなのでまあその役目ももう終了ってことで関東の鉄道なんかではねその磁気式からまあ QR コード二次元コード式に今切り替わるんですよねでね、まあ、今回はその時期式からですね QR コードになるんですけどもそれを置いといてタッチ式は残るんですよねなのであの交通系 IC カードって言われているあのいわゆるフェリカの部分ですよねフェリカの部分は現状維持でそのまま残りますで関東の鉄道も引き続き IC 交通 IC カードのパスも追加そこの部分はやっぱり 残るんですよねそうすると駅、まあの改札っていうのはねこのコード式と非接触型とまあ今でもそうですよ今でも磁気式とそれから IC タッチ式って2つあってね兼用の改札があったりなんかタッチ式専用とかがあったり磁気式専用とかがあったりして、まあ、あの乗客が選ぶ感じになってますよね。 で、今後、あの、磁気式のガシャガシャガシャっていうやつが、まあ、二次元行動になると。で、じゃあ、あの、非接触型はどうなるのかっていうと、これはこれで残るんですけど、まあ、ここから完全脱線してね、あの、うんちくになるんですけども、この非接触決済っていうのもですね、実はこれ、規格がいくつかあるんですよね。で、正しくはね、このコンタクトレス決済っていうんですけども、まあ、あの、NFC っていうシステムなんですよね。 で、NFC システムは方式が2つあって、あの、フェリカ方式、タイプ F っていうのと、あとタイプ AB 方式ってあるんですよね。まあ、これも厳密にはタイプ A とタイプ B あるんですけども、まあ、B 準便宜上、タイプ AB っていうのと、タイプ F、フェリカ式っていうのがあるんですよね。で、今、あの、フェリカ式っていうのは、あの、交通機械 IC カードに使われてる、まあ、スイーカー、パスモとかはねあの、フェリカ式ですよね。で、クイックペイとか ID なんかもフェリカ式ですよね。まあ、早いもう、パッと片付 瞬間ピッて決済してくるのでめちゃくちゃ早いんでなのでまああのフェリー化資金がですね日本の開発は使われてますよねソニー開発かなでこのねもう一個タイプのタイプ AB ってあるんですけどタイプ AB はですねまあちょっと遅いんだけど確か機械が安いんですよねほんのちょっともっさりしてんですけどもまああのクレジットカードなんかはこのタイプ AB なんですよねで Visa のね とかのタッチ式ってて言われてますけども、まあ、タッチ決済って言ってますけどビサはね、まあ、これはねタイプ AB 式なんですよねなのでこの辺のですねこのコンタクトレス決済もですねこのフェリカのねあそれ NFC のこの方式もねフェリカ式とタイプ AB で今後どうなっていくのかっていうの、まあ僕は注目してますねだから日本のそのね首都圏なんかではね交通系 IC カードが普及してるので いわゆるフェリカ方式が大半なんですよねでフェリカ方式なんだけどもさらに交通系 IC カードっていうのはこのプリペイドの電子マネーなんですよね要はチャージしたりしますよねでもこのフェリカ式のピットかさせるやつはクイックペイとかですね ID っていうのはこのポストペイって言ってこのクレジットカードからのまあ引き落としになってるんですよねでもこのポストペイっていうのはいわゆるクレジットカードでなんだいわゆる ゲタを吐かしてんですよね。要は、レカからダイレクト決済できないので、ワンクッションのためにポストペイって言って、このクイックペイとか ID はそういうふうにゲタを吐かしたんですけども、まあ、最近はその、ね、あの NFC 方式のタイプ AB がだんだん主流になってきて、クレジットカードからダイレクトにもう引かれるようにもう今主流になりつつあるので、まあ、なので、今、鉄道なんかでもですね、この NFC のね、この非接触のタイプ AB 式も増えてますよね。 実際にの「ビサで乗れます」なんて言って地方の方へ行くとねそういうバスとか鉄道なんかもじわりじわわりり増えてますよね,ね関東でほとんど見ないですよね関東でほとんど、まあ、あの交通系 IC カードを普及してるので言いませんけどもクレジットカードで直に乗れるっていうのは何だろう京急じゃねえ東急か東急とかが実験的にやってるんですよねで地方の方のバスとか鉄道に行くとじわじわ増えてるそうですよね 多分ですけども、インバウンドのね、この外国人旅行客なんかが多分便利だ,だからと思うんですよね。このタイプ AB のね、このタッチ式っていうのはね、Visa がやってるから世界共通客なんですよね。日本来るといきなり交通系 IC カード買ってくれとかね、パスも買ってくれとかね、成果買ってくれってなって、この外国人旅行客にしてみたら面倒くさいじゃないですか。だから、東京では見ませんけども、あの地方の方行くと、 のタイプ AB 式のクレジットのタッチっていうのは結構見るそうですね。で、香港行ったんですけど、この間。香港もですね、香港の地下鉄も混在しててですね、この、一応ね、キャッシュレスでねあの、タッチでねあの、コンタクトレスで乗れるんですけども、この、フェリカ方式のねあの、プリペイド電子マネーのオクトパスとタイプ AB のですね、クレジットのビザタッチ式が混在してるんですよね。まあ、なのでね、今後こういうね、なんかね、ね、うん キャッシュレス決済っていうんですかコードレス、あの、QR コードね、二次元コードと、それからこのフェリカとタイプ AB のカザスタイプとね、こうどうなっていくるのかっていうね、今後どう進化していくかっていうのはやっぱ面白いですよね。はい。でね、僕はね、こういうふうにですね、なんか生活様式とか習慣とかスタイルがね、ガラッと変わる。そういうのがね、テクノロジーによってね、そういうのが変わるっていうのは、こう結構面白いと思えるタイプで、 結構ね積極的にこういうのはね使っていきたい派なんですよね。でやっぱねついていけないというんかやばいなと感じててなんかねあの僕すき家好きでスき家の牛丼ライド大好きで本当にすき家ねほぼ毎日行ってるんですけどすき家行ってるとですねたまにですねなんか進化にについていいててけないお年寄りってたまにいるんですよねなのでやっぱそういうお年寄りにはちょっとねなりたくないなと思ってて。 うん。で、あの、それは嫌だなと思って、むしろ僕積極的に使いたいんですよね。だから今、あの、新しいテクノロジーとか新しい支払い方法が増えたら、どん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 自分でやってます。だから、PayPay とかもね、あの、使えるようになったらやってみようってとりあえずやってるし、で、クレジットカードもですね、最近、クレカも進化してて支払い方がね、さっき言ったそのビザのタッチ式なんかが出てきたから、まあそうするとね、クレジットカードってね、 磁気式って言ってね、こうピッとスライドするやつと、それから IC チップ式って言ってカードを刺すってやつと、あとはそのタッチ式でピッとかざすってやつと、いわゆるね、三面待ちになってますよね。だからちょっとしたハイテクの一番進んなレジに行ってクレジットカードでっていうと、磁気 IC タッチっていう、そういう三面待ちになります。これはね、レジのお仕事をしてる方なら多分わかりますよね。これ僕の言ってることね。 で、でも、3面待ちになってないとかね、3面待ち知らない店員さんとかもいて、あの、クレジットでって言うと、あ、じゃあクレジットどうじゃあ貸してくださいって言ういやいやいや、あのー、僕タッチなんで、はみたいな。そうやってね、あの、レジの人もわからない人もたまにいたりするし、で、あと、タッチ式って言ってもね、やっぱタッチもですね、いわゆる交通系のね、フェリカのタッチ、それからスイカ、あの、スレ、えっと、クイックペイと ID のタッチっていうのと、まあ、あと、クレジットカードのタッチのあれから、黒銀種類あるし、 で、あの、二次元コード払いも最近ね、PayPay ペイペイとかね、そういう QR コード払いも増えてるので、まあそうするとレジって今ね、キャッシュレスで、5面待ちなんですよね。5つあるんですよね。だから、QR コード二次元コードのコード払い、あと交通系 IC カードのフェリカ払い、で、クレジットの磁気式、クレジットの IC チップ式、クレジットのタッチ式って言って、そういう 面待ちにな全ての払い方と対応できるそういう端末も結構増えてますよね。なので、レジのお仕事をしてる方は、うん、そうそうって言って、僕の言ってることを分かってくれると思います。で、まあ、最後の実話なんですけども、僕ですね、この自動車の今、整備とかメンテとかをね、ディーラーに持ってかずにね、町の,のね、あのいわゆる町の自動車工場で見てもらってるんですよね。で、その行きつけのね、町の,の支払いのところがですね、今言ったの、 5面待ちのね、すべて、電子版ね、5面待ち、キャッシュレス決済がね、5面待ち、すべての貼り方の対応をしている端末になってたんで、で僕、その、決済、レジ担当の女の子にですね、あ、すいません、クレカ払いでって伝えたんですよね。そしたら、クレカ払い、あ、クレカですかじゃあカードよろしくお願いいしまって言われて、いやいや、あの、いや、カード入れませんって言って、はって言って、いいからクレジットとしてって、クレジットってピッと押すと、いわゆる時期 IC、カザ数の3面待ちになるので、 それで3面マシンしててもらってで僕 iPhone にですね Apple Pay でねクレジットカード入れてるのでそうすると iPhone をかざすだけでクレジットカードのタッチ決済になるからそれで「クレカ払いで」って言いながら「あクレカですね」ピッと押して iPhone だと出してそれで iPhone 上からタッチ決済で引き落としってなるんで向こうがめっちゃびっくりしてて「えクレジット払いで」って言ってるのに iPhone をかざして決済ってどういうこと って言ってね、ポカーンてえー、ってめっちゃ驚いてて、なんで、なんでいけるんですかって言って、いや、これくらいしかじかって言うと、うえー、ってめっちゃ驚いてましたね。まあ、なのでですね、はい、あの、そういう風にですね、なんか僕、ハイテクというかね、イノベーションというかですね、なんか今風のものがあったら何でも使ってみたい性格なんで、だからこれはですね、あの、もうね、60代、70代、80代になっても、 むしろ僕がみんなに教えてあげるみたいなね、そういう立ち位置というかね、そういう風でありたいと思ってるので、現にはそうですよね。なので、いくつになっても、60、70、80になっても、今の最新テクノロジーを紹介します。こういうのが導入されるんですよ。っていう風に、みんなに説明する側になりたいといつ。いくつになってもみんなに説明できる側になりたいな、っていう風に思ってます。はい。 好き嫌でアワアワしてるお年で見ると、うんあの、なおさらその思いが強くなりますね。はいという話でした。以上、はいあの、ディズニーリゾートラインの改札がね、磁、う、気、ん、乗車券があの QR コード、二次元コード払いに変わるよっていう、はい、そういうニュースとそれに関する雑談でした。ではでは。うん